10人よれば気は遠いろなどと申しますが、聞いてます。明日から早速面接だな。アリサに頼る前に見つけないとそろそろぶっ殺されるかもしれない。聞いてくださいよ。はいはい、俺まんじゅうよりも金が怖いよ。もっとこういい顔ってできないんですか。ちょっと笑ってみてくださいよ。めんどくせえって感じですか。感情を読むな。仕方ないです。勝手に入ってくるんですから。ほら。その腕の筋肉を表情筋に持ってこれないんですか。余計なお世話だよ。なるほど。バイトを転々と、やっとのことでコンビニに勤めてたわけですか。それは災難でしたね。本当にな。生活のためにも絶対受からなきゃですよ。自己 PR なんて書くんですか。体が丈夫で刺されても元気に生きてますとか書けるか。天使がついてますとか。もっと書けねえわ。こんなん適当でいいだろ。コミュニケーション力があります。コミュ力のこの字もないですよ。嘘つき。挨拶ぐらいはできる。それをコミュニケーション力と呼ぶには誇張が過ぎます。俺にはないから書けるようなこと。いやいや、誰にだってあるからそういう設問があるんでしょう。出かけてくる。行ってらっしゃい。警察の取り調べ結構長引いたな。はあ、あの時のことって言われても。覚えてねえな。あ、そうだ。あの天使の分飯買って帰らないと。腹すかせて文句言ってきそうだし。天使なのに腹は減るんだな。はあ、金がねえ。遅いです。すいません。この部屋って娯楽はないんですか。テレビもネットもないし、狭いし、臭いし。臭い。一人でずっといるには辛いものがあります。今度絵本とか買ってきてやるから。絵本？多分上級天使であろうこの僕に対して絵本。スマホにしてください。スマホは高い。カメラの性能が良くて動画編集とかできるやつ。
事情聴取どうでしたか？長くて疲れた。刺した相手からお金をむしり取るそうですか？天使とは思えない発言だな。面倒だしいいよ。怒りとか感じないんですか？そりゃムカつくけど、いつまでも腹立て続けても仕方ねえだろ。僕だったらお金だけではなく、同じ目にあって苦しんでもらわないと気が済まないです。怖いこと言うな、天使なのに。あなた、あまり落ち込まないでくれますか？こちらまで気が滅入ります。警察、あんまり得意じゃなくて。得意じゃないって、まさか前科持ちですか？そんなわけ、そんなわけないだ。間が、今微妙に気になる間がありましたよ。ただ単に何遍も職質されたことがあるからだよ。今はもう真面目に。だから悪いことなんか何もねえよ今は。まあなんだ、気にすんな。って言っても感情が伝わるんだから無理な話か。なんか楽しい話でもしてくれよ。ああ、そういえば家賃の督促が届いてましたよ。すごい落ち込んだ。僕もダメージ受けました。なんで今そんな話するの？バカなの？さあ、今から元気の出るお話をしてあげましょう。10人よれば気は遠色などと申しますが、聞いてます？明日から早速面接だな。アリサに頼る前に見つけないとそろそろぶっ殺されるかもしれない。聞いてくださいよ。はいはい、俺まんじゅうよりも金が怖いよ。悪いけどニコニコできる若い子がいいんだよね。犯罪歴ない？見た目怖いのが増えたら困る。女の子に手出さへん。ほんま？ここまで来るといっそ才能ですね。なあ、お前貧乏神なんじゃねえか。可能性を否定しきれないのが辛いです。俺がキャバ嬢にホイホイ手出すように見えんのかよ、クソ。確かに怒らせたら女性相手でも容赦なさそうには見えます。手出すってそっち？あなた、とても温厚なのに見る目ないですね。ぶっ殺されそうだけど、アリサに頼むしかねえか。誰です？まさか彼女さん？コッキー、てめえ退院したなら連絡しろよ。兄弟揃ってよくもまあクズ揃いだよ。本当に悪い連絡ばっかりよこしやがって。アホ、無駄に心配かけさせんじゃねえよ。おや、で何？金？どうせ治療費払えねえんだろ。仕事は？もうちょっとしたら見つける予定。見つけてから連絡しろや。すいません。死に顔見にわざわざそっち行かなきゃなんねえとかやだかんね。せめて後期はまっとうにやってくれよ。はい、すいません。勝ったよ。え？ともあれ生きててよかったよ、バーカ。
声だけなのにものすごいインパクトの方ですね。見舞いにすら来ねえひでえ女だよ。遠方にお住まいなんですか？もともとこっちで一緒に住んでたんだけど、今は地方で水商売の店やってる。ああほらゲー似てないですね。若くて美人なのに。俺老けててブサイクだって言いたいのか？ブサイクではないですよ。繊細な作りではないなと思いますが。失礼な天使だよ本当に。冗談ですよ。お顔はともかくいい人です。あなたは身元不明な僕に一度も出ていけと言わないいい人です。いい人なんかじゃねえよ。僕にとってはとてもいい人です。何ですか？どうぞ。触らないんですか？あ、いや、じゃあ失礼して。あ、付け根はダメですよ。別にこの天使は恩恵を与えてくれるわけじゃない。でもこいつはいつだって俺の欲しい言葉をくれる。ひどい絵面ですね。おちょっちょ待てって。おい、何やってんだよ。来ないでください。お待て、やめろって。おいな、こっち来いよ天使。やっぱりめちゃくちゃ怖いです。思考チャレンジなんかやるんじゃなかった。今後悔してます。だろうね。でもどうしても飛ばなきゃいけないような気がして。なんでこんなに怖いんでしょう。大丈夫か？なんだろう、飛べる気がしません。羽が不十分だからじゃない。たとえ飛べたとしてもどこへ行けばいいのかさっぱりわかりません。天界ってどのあたりにあるんですか？知らないな。人ってあんなにも不満を抱えて生きてるものなんですね。なんだよ急に。すごい量の負の感情が僕の中に入ってきてしんどくなって。そうか。でも今あなたがそばにいるから平気みたいです。普通
俺みたいなのが近くにいる方が体によくなさそうなもんだけどな。変なやつ。そうおっしゃいますけど、心の均衡はそこそこ保たれていると思いますよ。多少羽は抜けますが、そこまでネガティブな方は引っ張られる気はしません。自分を軽視しがちなのはいただけないですが。あなたのそういうフラットさ、いいと思いますけどね。戻るか、俺たちの家に。ところで、トイレの後ちゃんと手洗いました？あ、き